はい。毎朝さ、体操やってんだよね。で、今日気がついたんだけど、どうもなんか、手の振りとか早いなと思ってたら、手の振りと言葉が違うやつがいるんだよ。いつもね、みんな周り結構早いんだなと思ってさ、で慌ててね、いろいろやってたけど、いやこれ以上ちょっと早く体操できないなと思ったらさ、言葉とかあれが違うんで、1、2、1、2、3、できないな。なんかね、ダメだよちゃんとやると。昨日とといはね、久しぶりにさ、原稿の作成を入れさせてもらってね、今ちょっと遅れてる原稿をさ、書こうと思っていろいろやってたんだけど、皆さんもご承知のように、バカなやつの裁判さ、やれ準備書面だ、その証拠だみたいなことやっててさ、でそれ結構ね、手間なんだよな。で、本当はね、この手間賃さ、請求したいくらいなんだけど、要するに、明らかにさ、100% うちが悪くないんだよね。なんでかというと、お金貸したか、金返さなかったりさ、ね、要するに、お弁当代払わなかったりさ、まあそういうやつだよな。だから、逆にね、そういうのを今さ、やってるんだけども、まあ弁護士が入ってくるといろんなことをさ、こう全然関係ない話するんだよな。で、それを今度じゃあ、いちいちこれ、またさ、なんていうかな、答弁する必要あるのかなと思うんだけども、やっぱ裁判のね、要するに、手順としてはさ、認否ってあるよな。だから認める、認めない、まあ、そんなことから始まってさ、じゃあ認めないって言ったら認めない理由やなんかいないね、認めるやつはいいんだけどさ、それをね、またやるのにさ、もう3時間、4時間もかかるんだよね。で、そうするとさ、この手間賃、僕の人件費考えると、相当な額になるんだよな。でいうふうに思うわけで、まあ仕方ないから今やってんだけどさ、まあ、でもまあおかげさまで昨日おとといでさ4000文字ぐらい書き済んだのかな。だから あとねもうちょっとなんだよ。でそれが終わってからこの構成するじゃん、そういう、まあ、製品として出てくるよね。で今回はさ前回はほらちょっと年の地はこう変わるっていうさマニアックな方書いちゃったから、まあ、今度はまたもうちょっと幅広いねやつをさ書こうってことで今書いてんだよ。でそれ何かっていうとね、いろんなことをさこう過去においてね経験してるわけだよな。でその経験してることにおいてさ、じゃあ振り返ってみるとね、この時にこうなったから今こうなってるよねっていうのはさ事象としてあるわけだよな。でそれはさだんだんこうね年取ってくるとさ俺なんかはさ例えば今59年間生きてきてるよな。でもさ、20年しか生きてない人はさ、20年間の経験しかないわけだよな。昨日は、なんだ、将棋のね、なんだかあいつ、なんだっけ、名前。羽生と、なんだっけ、もう一人。藤井聡太さん。藤井聡太か。それね、あれ、中学生だぜ。俺、昨日初めて知ったの。中学生って。テレビ見てるとさ、まあ少なくとも高校生か、くらいかと思ったら、中学生だってね。であれはさ、ね、将棋の経験をねあそこまで凝縮してやってるわけだよな。でそうすると要するに、中学生の段階でさ六段になったのかな、ね、すごいよねっていうようなことをさこう、ね彼はその将棋の経験を積んできてるわけだよ。 でもね普通の人ってさその経験って何ってことをさ考えないで生きてるじゃん。で僕なんかもそうだよな。若い頃はさ、ね、太く短く生きるんだなんつっててさ、ね、それでもう50まで生きれば十分だろうみたいな、ね、周りではそんな話してるわけだよ、ね、それでなんかほらオートバイ乗って、ね、危ない、ね、ことしてみたりさ、まあ、いろんなことやろうな。でそれでさ、ね、要するに命っていうものに関してさ結構粗末にしてたわけ、ね、子供の頃は、ね、レーシングカートやってさ、ね、レースに出てみたりね、あと、ね、サーフィンやってさ、台風の時にさ沖縄されて死に損なったりさしてるわけじゃん。でそんなことをさやってるんだけど、要は今考えてみると、いや生きててよかったなと思うわけだよな。要するにその時に思ったことと今思ってることは全く違うわけで、それは何かっていうと、こうずっとこう歩んできたところが結果的に良かったなと思ってるわけだよな。でその時にさ、若い時にさもう少し命大事にしときゃよかったなと思う時があるわけで、命って何かって言ったら簡単な話だけど時間だよね。
要するにあの生きてる時間が、ね、命なわけだろ。でだからあ、ね、あの病気になって死んじゃう人はさ、あの要するにそこで時間が途切れるわけだよな。であとはあ事故で亡くなっちゃう人もそうだな。でもさ、それがなくて今のところ生きてるってことは、要するに、時間はさ、今のところね、過ごしてきたわけじゃん。ところがさ、ね、あのひょっとしたらさ、転んで死んじゃうやつもいるわけだよな。って考えたときに、いや、命っていつまで続くのかなって誰も保証しないわけだろ。で、そう考えると、やっぱりさ、大事なことはね、あの要するになるべく早い時間で、要するにあの成果のあるような時間の過ごし方をするべきだなと思うわけ。でさ、僕はあのこの、ね、業界に入ってきてから急にね、あのなんていうかな、人間変わっちゃったんですよ。ね、それまではさ、まあ、なんだかお金もあるし、ね、時間もあったから結構ね、あの遊びを受けたりなんかしてたよね。でもさ、不動産 に入った時に、あ、俺の生き方ちょっと間違えてたなと思った時あるわけ。でそれは何かっていうと、消費と投資ね、っていう物事の考え方がガラッと変わっちゃったわけ。だから、あ、いけねえ、家買わなきゃいけないなと思ったのは何かっていうと、要するに賃貸住宅に住んでると、ね、要するにずっと家賃取られるんだろ。で俺子供の頃にあの、ね、長屋のさ隣に大家が住んでたんだよ、ね、そこの一帯全部その大家の持ち物だ。でその長屋の隣に住んでた大家に、ね、ね、子供の頃にさ、で大家が家賃納めに行くよな。そしたらさ、家賃納めに行くんだけど何もくれないだろ、ね、要するにね、要するに市場に物買いに行った時にお金を払ったらさ、なんか野菜くれたりさ、肉くれたりするだろ。それはお金と物との交換じゃん。ところがさ、家賃っていうのはそこに住むだけの空間に対してお金払ってるんだよね。でこれって子供の頃は理解できないわけ。なんでお金持ってくの、ね、で言ったらさ、ね、その時にあ、お金はさ払うよりもらった方がいいよねって急に思うわけだろ。でそれがずっとこう潜在意識に入って、で大きくなって不動産になった時に、あ、俺やっぱりさ、ね、大家さんになりたかったんだな、急に思ったわけ。だから大家さんになったね。でそれはさ、何かって子供の時の経験の時にそう思ったわけ、ね、で、またさ、あ、そうするためにじゃどうしたらいいんだろう考えた時に、あ、遊びほけてちゃダメだろうって思ったわけ、ね、当時、ね、あの車3台持ってたしさ、オートバイも7台持ってた。でそれね、バカみたいにさ、そんなものにお金使ってたわけだよな。であとレーシングカード持ったりさ、もう行くたびね、いろいろお金使うわけだよね。でゴルフも始めちゃったりなんかしてんじゃん、ね、要するにさ、お金が指のごとく出てくっちゃうだけじゃん。こんなことやってて何なんだろうと思ったわけ。だから全部売却した、ね、お金買いちゃった。でそれで結局ね、車1台にしてさ、でそれから生活感ガラッと変わったよね。でそれは何かあったら、要するに、ね、資産と負債の物事の考え方だよな。要するに稼いだお金全部使い切っちゃうのはさ、別に生きていけるけど、いざって時にさ、資産がないと、ね、要するに結局借金の塊をどっかでも抱えざるを得ないわけじゃん。でそうすると人生ってね、借金の返済で終わっちゃうわけだから、時間の使う部分に回らないじゃん。だから逆に、ね、要するに借金は、ね、なるべく作らないようにしながら、ね、要するに不動産投資の場合は、要するに同じお金が出てくなら、ね、要するに元金の返済に回した方がいいと思ったわけ。だから、ね、その時からさ、ね、お客さん来るじゃんさ、ね、そうすると、ね、中には、ね、自分で気がついて、買った方がいいんですか、借りた方がいいんですかね、言うわけ。それコンピューターでずっと計算して、あんたの年収だったら買った、この金額だったら買った方がいいですよ、これ以上だったら借りた方がいいですよ、ああ話だよな、簡単な話ですよ、分岐点があるから。でそれは誰も気がつかなかったの、この業界の中で。だから僕はそれが気がついたから人より、ね、物件売ってるよね。でそれは何かっていうと、要するに根拠が、要するに明確に分かるようになったからだ、ね、それはある意味でさ、ね、たまたまコンピューターの学校に行ってて、ポケットコンピューターってこんなんなんだよな。であれ、持ってたから逆算する機能を持ってたね。でそれはさ、誰も持ってないんですよ、不動産屋さん。だから、あ、これはね、ちょっと面白い形になるなと思っていて、で結局、ね、なんだかんだ、営業しながら、ね、企画の仕事をしながら、いろんな人とね、要するに、接するようになってきて、でそうこうしてるうちに、結果的にさ、ね、出版の話があって、で本を書いて、ね、いう時に、ずっとね、計算してみたらさ、33の時に講演してんだよね。で3、この業界入ったら25だから、ね、ってことは業界入って8年でさ、人前で講演してんだよな。ずうずしいったらあれじゃないよね。でもさ、
それが元でさ、35の時に本書いてるわけだよな。で、38の時には、要するに、ね、チータドラゴン110番って出てるわけじゃん。40の前に、ね、それができたから、40以降の、生き方がガラッと変わったわけ。ね、だから、逆に、ね、それがなかったら、多分、今の俺ないよなと思うわけ。なんでかって言ったら、今僕が、じゃあさ、ね、不動産投資の本、今書いてみな。もう、何千冊ある中の1冊しかないですよ。でも、ね、2000年の2月に、ね、アットドル不動産投資は僕の方に1冊しかなかったから、ね、っていうことで考えると時間って前倒しの方が勝ちやすいってことだ。だからなるべくね、いろんなことをねやるんだけども、ね、僕は若いうちに時間を無駄にしないで、そこで、ね、お金もそうだけど知識というねとかスキルっていう財産を、ね、要するに、蓄えたやつがやっぱり後半は勝つんじゃないのと思うわけ、ね、だから僕は思うんだけど、ね、時間を無駄にしないことだ、ね、あと例えば休みの日にねいろんなことするかもしれないけども、その時にもやっぱりね消費じゃなくて投資をするということ、ね、それは何かって言ったら、例えば僕なんかは、ね、若い時にさダラ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 と毎日のようにね焼き鳥つまんだりなんかして、ね、うろうろしないですよ、ね、お金貯めといて、ね、ドバッと、ね、料亭に遊びに行ったり要するに、してね、要するに大人のさ世界を要するに早く知りたかった。だから、ね、お金の使い方は要するに、ね、ダラダラと使うんじゃなくてドンと使って要するに知識を蓄える、まあそんなようなことをねやってたわけだ。遊び一つについても物事の考え方だと思うよ。まあ、ぜひね、意識持って ね、 もうね特に若い人多いんだからさ、ね、ね、ダラダラしちゃダメ、要するに将来のことを考えて、ね、あともう一つはね仕事もそうだよな。要するに、ね、俺なんか毎月7件くらいマンション売ってたんだ、ね、でだけどさ俺より全然売れない人がね一軒も売れない人いっぱいいるんですよ、ね、でそれがさ、ね、生きていくと例えば年間で80個売る人と年間に10個しか売らない人、ね、経験則上で言ったらさ、ね、要するに8倍9倍こっちの方が働いてるよな。でも8倍9倍スキルが身についてるところだから、だから全然違うんですよ。生き方は、ね、なるべく結果を多く出すことだ。まあ、ぜひねそういう意思を持ってやってもらいたいと思います。以上。